カカメルマガ100%を超える意識2018年4月19日おはようございます一般社団法人開花 GPE グローバルピースエデュケーション村松大介です本日もお聞きくださっている皆さんが最高の自分を発揮し素晴らしい一日となるよう開花より応援しています本日の 開花メッセージ。100%を超える意識。心理学ではよく、現在意識が5%から10%、潜在意識が90%から95%。と言われていますよね。日常、お腹すいた、何か買おう。明日5時に起きなきゃ。あ、電話だ。と分かっている意識が、現在意識。考えなくてもトイレまで歩いていける。 車の運転のカーブの角度アクセルの深さ生卵とフライパンのつかま握力の差などは考えずにやれていますこの無意識を潜在意識と言っていますそしていつもの次元の7色の図で見ていくと素粒子の中のフォトンが感情なので怖い嫌いなどのトラウマ潜在意識層肉体など目に見える側が 目に見えるレベル、在意識層としていますするとユング・フロイトの言っている集合意識層が図の雲の上側ゼロポイントフィールドレベルです。雲の下レベルは相手を私とは別の存在、私と車、建物とは別の存在なので欠乏側です。雲の上レベルはゼロポイントフィールドを通して万象が同じ根源、そこで共有しているので、 つながり側ですすると雲の上レベルになってしまえばみんなつながり合えます4月17日のメルマガでは量子力学レベルの視力で見た真実メルマガ本文中のリンクをご参照ください聞く開花メルマガではメルマガ本文中の YouTube のリンクをご参照くださいでお話ししたようにモワモワでつながり合っていますモワモアの元のゼロポイントフィールド で繋がり合っていますそして完全にゼロポイントフィールド側に入っていればあの人と連絡しなきゃと思ったら LINE が来た想像以上の物件が得られた車が必要と思ったら譲ってもらえたなどふさわしいことがどんどん起こる渡りに船が起こる状態になっていますさて現在意識が5%から10%潜在意識が 90%から95%で、雲から下側、個人レベルでは100%意識を使い切っています。雲から上、0ポイントフィールドレベルの意識では何でしょうか。個人レベルを超えている。全体とつながり合えている。ここは、右上の緑丸の中の文字、無限です。 渡りに船が起こる状態は無限パーセント。個人レベルを超えています。そしてここの意識とは愛感謝なんですね。ありがたいなあ、という意識。あなたのこと大切にしているからという意識。そして一番は私のことを大切にしているからという意識。これは無限パーセントなんですね。 ある人と関係が壊れた。お金が足りない。何か不安。嫌われたらどうしよう。これらは欠乏雲から下レベルです。ありがたいな。君のこと大切にしているよ。丁寧に仕事をしよう。お料理に愛を込めよう。電話を丁寧に対応しよう。お金を大切にしよう。私のこと大切にしよう。という意識が 無限パーセントです。開花では相手にも自分にも棘を出さない優しい周波数体と言っています。無限パーセントに浸ってみましょう。目指すのではなく浸るんです。いつも最後までお聴きくださりありがとうございます。ではお聴きくださっている皆さんにとって素晴らしい一日となりますように。